講座がでは始まりました。もう絶賛チャンネルです。今回はですね、えー、先ほどですね、ただ呼びの理系チャンネルのですね、長島先生の動画が公開されました。まあ、授業動画というものではなく、スーさん、今困ってます。どうしたらいいんですかっていう人たちが。 多いので、数んの分野ごとに、どこを優先的に学習すればいいか。まあ、特に定期テストとかね、えー、どうしたらいいのかっていうのを話してくれています。これが、今日4日上がる予定になっていますね。もう1回目は、すでに配信済みですね。クソ数平面、式と曲線、どこが大事かランキングみたいな形です、長嶋先生がですね、えー、黒い服を着てね、黒い着物ね、そう着物、あの、範囲で分けてくれますから、数んは黒とかね、えー、分けてくれてますので、そう、が言ったんですけどね、 僕が単元ごとに服変えてるのと同じように変えた方がいいですよって言って変えてもらったんですけど、そんな感じで表にね、まとめてて、例えば学校のテストではここを重視して勉強しなきゃいけない、入試ではこれが大事だけどね、みたいな感じで解説してくれています。はい。いやーすごい。なるほど。数算で今困ってますって来た人が多かったから、そういうのに答えてくれた感じですね。その後、関数と数列の極限、微分法、微分計算、 積分法のランキングの動画も出す予定になっているということですいや楽しみですね本当に今どうしていいかわからないって人たちの指針になってくれると いいなと思ってます。私もまあ、数産の範囲は全くわからないので、どこが大事かランキングとかって見ても、ひえー、何ドーモアブルの定理とか、アポロニウスの縁とかですね。一体何のことやらさっぱりなんですが、なんか面白そう。<laughs> まあ自分自身もそう数学を勉強し始めるっていうのは、もう宣言しておりますので。 ぜひです、ね。スーさんよろしくお願いしますっていう方でね、えー、やってください。まあ、スーさんは、6月8日からの授業では、スーさんはいつ出るのかちょっとわかんないですね。ので、6月8日からは、普通に毎日授業が上がります。まあ最初はやっぱり 1A からやっていかないといけないと思うんですけどね。まだスーさんで困ってるっていう人がいるから、先にスーさんのこの全体像っていうのを示しておきたいっていうですね、長嶋先生の配慮というか、お気遣いのもとに、この動画できておりますので、ぜひですね、見に行ってもらえればいいなと思います。私は今日、9、 そうだよね動画9個分撮った <laughs> でヘロヘロですけどまあ扁桃炎ねすげえ強い薬になって大丈夫になった点滴打って行ったんですけどそのねでもその強いんだけど抗生物質ねめっちゃ眠くなるもう話しながらこれ寝ちゃうんじゃないかな <laughs> と思いながらやってきましたけど、ね、なんとか乗り切れましたいやー関係師って大変まだ終わらんか関係師 はい。まあ、たくさんとります、はい。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for w a t c h i n g チャンネル、タ r ビチャンネル、よろしくお願いします。